国内で初となる防衛装備品の見本市が始まりました。千葉幕張メッセ、今日から3日間の日程で始まった総合的な装備品に関する見本市。国内外からおよそ150の企業が出展。主催者によると国内でこうした見本市が開かれるのは初めてだということです。こちらは最新鋭のですね、無人機を使った監視システムの画面になります。三菱重工が公開したこちらのシステムは、専門的な訓練や技術も必要なく、操作パネルを使うことでドローンの離着陸などが遠隔で操作ができるということです。船であれば東南アジアとかですね、そういったところで沿岸部でですね、警備が必要だとかっていうところに対しては提案をしていきたいなというふうに思っています。さらにこんなものも。水中探査用の設備でございます。こちらは水中での機雷や外部からの侵入などを探査する無人機。このような無人機の需要は増え続けると指摘します。これまでダイバーさんなりが海中探査と非常に危険な状況の中でですね、操作されているという中で、無人化に向けた自律的な運用ができる、そういう機材というのが今後求められると。一方、会場の外では戦争反対、戦争反対。会場の敷地内で禁止されている横断幕を掲げ、見本市に反対する集会が開かれ、およそ400人が参加しました。